おはようございます。翻訳 YouTuber の渡辺美塚です。動画をご覧いただきありがとうございます。シリーズものの翻訳の続きです。こちらは、もう6月28日に発表された、IOHK と、チャールズ・ホスキンソン氏も一緒にですね、あとダンカン氏ですね。ダンカンさんと共に、ロンドンの、Google の本社に訪れた時の、質疑応答の内容です。で、私つくづく思うに、これすごく時間かかってますけれども、時間をかけてでも訳す価値があると、訳せば訳すほどそのような、確信に近づいています。ということで、今日は、どのような質問が出てきているかと言いますと、モネロやジーキャッシュなどが使っている匿名性ですね。そのことについて、深く掘り下げた内容になります。もう随分訳してるんですよね。でもまだまだ続くんですけれども。もう訳せば訳すほどなんか興味が湧いてくるんで、苦にならないですね。最初はどうなることかと思ったんですけれども。本当にやってみてよかったなと思います。あら、どこなんだろう。質問が見つからない。あ、これですね。Now, we have another question on privacy. Are there any plans to implement private transactions in the style of Monero or Zcash? ということですね。で、これに対して、チャールズさんが答えています。では、早速日本語の方に入っていきましょう。もう背景は気にせずいきます。こういう質問ですということですね。で、その質問を、日本語で言いますと、プライバシー。ここでは匿名性のことを指しますけれども、プライバシーについてもう一つ聞きたいのですが、モネロや G キャッシュのようなプライベートトランザクションを実装する予定はありますか？という質問です。これに対してチャールズさんが答えています。そうですね。モネロはリングシグネチャーと呼ばれるプリミティブ。G キャッシュはスナークプリミティブを使用しています。プライバシーとは、その質問が実際には3つのことに触れているという理由で複雑な話題です。つまり、リンク可能性、リンカビリティという観点からプライバシーが語られているということで、あるトランザクションとアドレスを見て、それを身元が確認できている人と結びつけられる確率はどれくらいかということです。基本的には匿名かハンドルネームからのから身元のわかる人まで行くということで、その範囲がリンク可能性の大きさということになります。そして金額を難読化する作業が入ります。なので、そう簡単にアドレスやトランザクションと人を結びつけることはできなくなると思いますが、レジャー台帳は公開されているため、どのトランザクションが最も高額化は確認できますし、そのことが非匿名化されやすいトランザクションを見極めるヒントになります。今日は1000万ドルのトランザクションがあったから、何とかしてそれを奪い取ってやろう、などということになりかねません。そして、ネットワーク側のこともあるので、プロトコルの仕様を難読化したり、プロトコルを使って何をしようとしているかを他人から知られないようにしたりできるかという問題が出てきます。このことについては3つとも既存の解決法があります。リングシグナチャーとか、だとか、G キャッシュは第1カテゴリーを保護しています。第2カテゴリーは、例えば機密トランザクションが保護しています。第3カテゴリーはダンデライオンのような技術によって保護されています。なので、まず、プライバシーとは、一つのスペクトルであり、規制のための討議を相当数重ねることになるのを理解しなければなりません。例えば、日本は匿名性の通貨はいずれも上場銘柄から外す考えであることを発表したばかりです。そのため、日本の市場に出て、かつモネロのような匿名性を備えたいのであれば、我々にとって優先性の高い A だが、日本の取引所に上場する確率は極めて低くなります。一方、プライバシーは人道的権利です。システムにプライバシーというものがなければ、そのシステムの開始以降のあらゆる金融履歴が公開された状態で、最初の時点にまで遡れるようなシステムを構築するということで、それではこの上なく理想とは程遠い状態。ディストピアって言われたんですけれども、ユートピアの反対ですね。反ユートピア。理想とは程遠い状態と訳しました。になります。なので、この問題を解決する
最善の方法は、本当に優れたプライバシーオプションをいくつか作り出し、改善案として実装し、そのシステムのガバナンス部分を活用することです。投票ができるようにしておけば、実際に代替案を提案し、この素晴らしいものを丸ごとリングシグネチャー式のプライバシーを付与して使いたければ、こうすればいいんですよと説明すればいいのです。そうすれば、そのためにエイダホルダーの中からどれだけ公に支援が得られるでしょう。普通は一般投票をして、勝った意見を確認して初めて自分がスペクトルのどの位置にいるかを確認することができます。しかし、重要なのは人々には情報が必要であるということです。プライバシーを最大限にすれば、ある管轄区では図らずもプロトコルが違法となり、またある管轄区では市場へのアクセスが制限されることになります。プロトコルを公開すれば、望ましくない、まあ、ディストピアン、さっき出てきた反ユートピアな人々らしいですけど、望ましくない人々を引き寄せて、履歴を追跡され、悪用されることになります。なので、そこはコミュニティに判断を任せますが、私たちも積極的にリサーチします。例えば、ダンデライオンに関しては、これまで UIUC、イリノイ大学アーバナシャンペン校のことらしいですが、そのチームに資金を投入し、ダンデライオンのバージョンが今年には出る予定です。私たちはモネロの暗号プリミティブの形式化に取り組んできた人々とも討議し、さらに効率よく優れたセキュリティやプライバシーにつながるよう努めてきました。UCL、ユニバーシティカレッジロンドン、ロンドン大学からは、サラ・メイクル・ジョンさんによって成し遂げられた一件のプロジェクトが出ています。中国からは、北京その他2、3カ所の教授たちによる、確か、リング CT2.0 というプロジェクトが出ています。なので、優れた技術がたくさんあるのは確かで、私たちはその技術を実装する方法を知っていますが、現時点では、そのほとんどが私のようにエコシステムを代表して決断するような人間ではなく、社会的環境に委ねられているといった状況です。もう一つ、めったに言及されない内容が、バックドアの考え方です。私たちは、討議、まあ、ここちょっと聞き取り不能なのですが、討議をしながら生きてきたわけですが、FBI のような信用できる関係者に無制限にプライベートバックドアを使わせる人もいれば、そうでない人もいます。しかし、このような事柄にもスペクトルが存在する可能性があります。例えば、私たちはシステムの中にバックドアを置くことができますが、これをモノ暗号プリミティブによって構築しなければならず、このバックドアを使うにはシステムの過半数の合意を必要とします。つまり、使われればそれが公開されます。で、あなたなら一部のグループの人間だけが集まって、ほぼ一般的なことで合意、まあ、聞き取り不能を得て、この人たちがバックエンドを使ったことをあなたが知ってみたところで、それがシステム全体のためでなく、特定の人だけに使われるといったような通貨に進んで投資したいと思いますか？そして、それが合理的な妥協なのでしょうか？なので、もっと細かい部分を話し合う必要があると思います。思いますし、このようなことに配慮できるような技術がたくさん、きっとたくさん開発されているはずです。事実、スナークの発明者、エリ・ベン・サーソン氏は、最近、営利目的の会社を立ち上げ、このような技術を開発し、G キャッシュを増やして、このような種類のバックドアを提供し、配置の仕方によっては一度の使用でも監査と公開検証が実施できるようにしています。なので、我々もそのような話には必ず参加して、最終的には何かの結論を導き出し、プライバシーというもの、匿名性がどれだけ必要なのか、聞き取り不能で見極めますということだと思うんですが、どれだけ必要なのか見極めます。そのことと密接に関係があるのが、メタデータの位置と帰属の明記です。どのような状況で要求されたトランザクションを添付し、どのようにそれを実施し、どのように共有するのかということです。コンプライアンスのためにもそのことが重要です。取引所を見ても、 KYC、Know Your Own Customers と AML、Anti Money Laundering の
報告義務があるために、顧客に関する個人情報を膨大に抱え込むデータ保管機関となってしまっています。そうしたくなくても、法に従うためにはそうしなければならないのです。それならば、実現性のある最小限のエスカレーションモデルの中で、例えばアメリカ市民かどうかなど、顧客に関する質問ができるような問題点に応答するタイプのクエリがあった方がいいですね。そうすればある程度の検証が可能になり、しかもそのデータを必ずしも浮遊する必要はないわけですから。例えば、アメリカ合衆国では飲酒は21歳からで、普通は運転免許証を見てその合法性を検証します。その書類を見るから、住所、免許証番号、正確な年齢や肥満度、身長、目や髪の色がわかります。つまり、知る必要のない情報の束がそこにはあって、検証の仕方ゆえに不本意ながらそれを知ることになってしまいます。あなたは21歳以上ですか?と尋ねればいいだけならずっと簡単になります。それに対して、はいと応答してもらえればそれでいいのです。その特定の質問以外にその人について知ることはないし、それ以上も以下もありません。それを証明するだけでも、取引する人には十分負担になります。私たちはそのような話には必ず関わっていますし、プライバシーや検証計算の研究など、そのようなことについて研究しているエジンバラ大学に研究所を設けています。その研究所は、元マイクロソフトのスタッフで、エベレストプロジェクトにも取り組んだ、マークル、ちょっと読み方がわからないんですが、コールバイス氏が率いています。プライバシーについては、この研究所に一任しており、いくつかの選択肢が得られるでしょうし、そうしたら、その選択肢を民主的に検証します。データホルダーの皆さんが、どの選択肢に決定しようと、我々はそれをシステムに組み込んで実装します。そうは言っても、それには何年という時間を要します。ということです。つくづくね、もう翻訳すればするほど思うんですけれども、この方たちがね、研究にもう最大限の力を注いでる、資金も注いでる、その上で、なおかつ、エーダホルダーの意見も尊重しようとしているというところに、私は非常に大きな共感を覚えます。ということで、ちょっと長くなりましたが、今回もお付き合いくださいまして、ありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。